さあということで1本目2本目見ていただいて、準備編も見ていただきましたが、ね、どうでしたかフランキーさん。いやもう早く見ようよ。そんなあ分かりました、早く見ましょうすいません。じゃあ皆さん3本目ぜひ VTR どうぞ。ただ今時刻は18時15分でございます。18時15分ライブの前、はい、もう畑さんここで合流してます。畑も手伝ってくれたんや、はい、本当に頑張ってきます。ビラ配り、チャさんも配ってくれてるの。そうですよ。ここで歌ったところ、ここで歌ったところ、それは一番チャさんで書いてる。マジっすか。何ここ重点的に撮ってください。だから、うん、もう急に剛さんが、俺ここで歌いますよ。俺ここで歌って、そこでチラシ配った方が一番いいんじゃないですか。言い出してくれた。あ、お願いしますじゃないんや。そうです。初路上ライブ。初めて言ったよね。初路上ライブ。そうなんだ。うまい。いや、なんか、うん、後ろで聞こえてるのもね。あ、BGM で聞こえてるな。ここは、なんだ、自分らで言うのもあれですけど、なんか胸熱くなりましたよね。羽田さんも来て、羽田さん声大きいじゃないですか、うん、で僕も声大きいじゃないですか、うん、剛さんも大声で歌ってくれてるじゃないですか、うん、この歌が流れながら、そうです、幸せもして、うん、今から行きましょう、今から行きましょう、あとまだ15分は行けますとか言って。いや、剛さんも苦労人なんですよね、ここまで。いや、大阪で800の会場埋める人なんやけれども、その聞いたら、そんな簡単には入れへんよっていうのを知ってらっしゃるから、あーなー、やっぱり極力笑顔で言えよ。だってみんなは歩いてる人は結局何かあるから歩いてるわけで、余裕そうです、余裕のある人ばっかりやから、あの余裕のない人ばっかりやんか。そうです、ある人なんか多いやつな。そう、難しいな。いや、これメンタル鍛えられるな。鍛えられますね。大声で叫んだんですよ。なんか感極まりますよ。でも120万円うちやっぱこれもかけてるわけやろ。そうです、もうどんどんこれです、これでどんどん配ってるんで、ごめんね、でも頑張ってって何か言ってたね、お客さん。いやいや、ね、通り過ぎる人が、それでもええやんか。だってなかなか街角で配られてて、俺らがその時もあごめん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 っていうのが大体になっちゃうんだよね。取ってあげよう、これから。はい、一緒配りに取りますよ、取るよ、全部取ろうああ頑張ってる。なかなかないようなこと。そうですね。俺もポスト投函は昔ね、そんなの手錠で配られちゃったかな。歌あったから結構良かった。なんかあるんやなっては、うん、広告塔に。見てしまうよね、なんかしゃべらなあかんと思うよ、なんか、うん、これ10分前ぐらいかな、うん、10分ね、もうやばいと思う、うん、ああもう入らなあかんもんね。けどまだ入ってるかどうか知らへんってことやろ、お前。これ左に曲がったら、お客さんも結構来てくださってて、お待ちです。よかったです。入ってた、人が下でわーって並んでくれてた。あ、行った時に、うわああ、重い重い。おお、25人ぐらい入ってね。ああ、会場的に言うたら、はい、ほんと満席になってんちゃう。そうですよ、満席。そので、ビラ配りの成果もあったんですよ。ああ、素晴らしい、うん、ビラ配りで来てくださった方がいて、へえ。いや、なんかあかんかもしれんっていう時にこう並んでるのを見た時にふーって思う。いやーって思いました。それは思うよね。いや、ありがとう剛さん、ありがとうございます。全然すっごい様になってる。いや、ほんまに歌いいもんね。いいです、うん、いいですあーって思いました。あ、そのビラ配り終わって、あー成果ない成果ない成果ない、うん、あーもう準備なんで戻りましょうって言って、うん、二人で戻って曲がったら、うん、バーって並んでるんですよ並んでるって思って
よかったな。ありがたいです、本当。はい、これでライブに入っていくっていうところで、なるほどね、はい、ライブの映像はまあちょいちょいまた出していけたらなと思っております。はい、はい、これが一旦僕の2泊3日の東京編の、初日のライブまでの映像ですね。はい、ライブは見れる、見れるのね、ライブは。ライブまたね、見ていただきましょう、うん、はい、だってな、今なんかこの先みたい、ね、そうよね、そうですね、うん、また見てもらいましょう。まあね、もし空いてたらね、剛さんも来てもらってね。そうですね、まあ、しゃべってしましょう、うん、あ、頑張りましたね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。激闘の公演のお話しましょうかね。はい、はい、激闘公演、激闘2019ベーパートレイル思いの真ん中、脚本演出フランキー中村。大阪公演は4月の25日木曜日から4月の29日月曜日の祝日まで、はい、もう現時点で初日、不戦収録は売り切れておりますが、はい、これの放送の時にはもしかして、もしかして金曜、もう全然ないかもしれないですけど、うん、ぜひ見に来てください。ぜひ見に来てください、はい、本当にね、稽古量も いつもやってるけど、それ以上にもう戦争もんなんで、なんでしょう、真摯に取り組んでるっていうのは、はい、もうこの子たち見てても分かるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、東京公演が5月の8日から5月の12日で8ステージ、うん、中野ポケット、はい、羽田さん東京公演出演、はい、どうですか羽田さん。まあ頑張るよ、はい、頑張る。今日も競争したしね。そうですね、明日は、まあ、一平さんがね、大阪の一平さんがやるんで、はい、楽しみにしてください。楽しみにしてください。本当に本気でやってますんで皆さんこれ絶対面白いです、うん、ぜひ行ってください、はい、じゃあ3本目ちょっと長くなってしまいました、はい、おしまいにしましょうか、はい、それではまた劇場でお会いしましょう。待ってます。さよなら。どうせ女と喧嘩した。